こんにちは。ご紹介いただきました地球市民の会、私も顧問させていただきます衆議院議員の原口でございます。今日の総会本当におめでとうございます。また日頃からの活動にご活動に心から敬意を表し、熊本から毎年ありがとうございます。本当にですね、昨日もある方にお会いしました。その方は小畑教先生の同級生だそうでありまして、私たちの高校の3回生の方に言うとですね、同級生は誰かというと必ず小畑教先生の名前が出ます。で、先生は今私にこうおっしゃいました。お前の20代前の先祖は 何人いると言われました。なんでこういう面倒くさいことを聞きますか。2の10乗が1024ですから、1024×1024 はこれは100万を超えますね。だから私たちがのルーツはどこにあるかといっても、本当に人類はみんな同じ、20代前の先祖だけ、おじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんひいおばあちゃん、ずっとたどっていって20、たった20代で100万人を超えるわけです。その100万人を超える先祖を持つ私たちがなぜ争うのか、争いのない社会を作るんだということで、40年前に地球市民の会をお作りになりました。民族や宗教、国家、これを超えた枠組みを作ろうという思いでございました。グローバリズムとは違うんですね。今やってるユニポーラーとも違う。どっか一つの局があってですね、それが自分の考える民主主義を押し付ける、そういうことでもないんですね。地球市民の会の皆さんのこのご活動、そして小原会長をはじめですね、多くの皆さんがここまで来られた、そして日々多くの皆さんに光を与えてくださっている、それを心からお礼申し上げたいと思います。最後に生徒一郎先生の話をさせてください。今まさにロシアこの状況であります。ただ私は英語、日本語、ロシア語、フランス語、中国語、いろんな言語で世界のニュースを聞いています。で、お前全部分かるかと、分かりません。だけど機械語で翻訳できますから見てみると、ずいぶんやっぱり偏ってます日本の報道が。で、こういったことも考えながら、やはり私たちが NPO としてやらなきゃいけないことはたくさんあると思います。20世紀の初めも30年の戦争がありました。19世紀の初めもこれも同じような戦争がありました。世紀の初めにずっとですね、激しい戦争が長く続きます。今まさにその真っ只中だと言っていいでしょう。ここでいかに戦果を収めて人々の命を守るか、これは私たち一人一人の、地球市民にかかっているんだということを申し上げ、生徒の一郎先生は青年海外協力隊をお作りになり、小畑雄先生はまさに一番の弟子がこの小原会長でいらっしゃいますけども、この先生は戦争から帰ってこられたときに自死をされようとしたんですね。自分だけ生き残って申し訳ない。でもそこを踏みとどまって青年海外協力隊をお作りになりました。その精神がまさにこの地球市民の会に流れ込んでいる。皆さんと共に今日を迎えられると心から誇りに思いますし、感謝を申し上げたいと思います。結びになりますが、会長をはじめ皆様のますますのご活躍と、そして今日福岡先生おめでとうございます。参議院選挙が近いんで、福岡先生よろしくとはなかなか言えないんですけど、やっぱり佐賀のため、日本のためにご活躍される方をですね、が福岡先生だとマスコミは何で申し上げてご挨拶に変えたいと思います。本日はおめでとうございます。